はい、和正です。今日はいつもと違うね、映像になっていると思います。1月の2日4時半ぐらいに今ね、撮影をしてるんですけども、正月に休みをね、いっぱいいただいたので、メダカの飼育棚の場所をね、変更しました。今日はその動画となります。まだ完成はねしてないんですけども、こんな感じになりましたという動画になります。以前はこちら側から見て左側の方にね、棚を並べていたんですけども、去年ぐらいからね、この右側に並べたいなと、思っていました。で、正月にいっぱいね、休みをいただいたので、これをね、することができました。なぜこういう感じにしたかったかというと、太陽がね、こっちから入ってくるわけですよね。で、今までは日陰、結構ね、日陰になってるところが多かったので、やはりね、メダカのことを考えると多少なりともね、日が入ってきた方がいいなということで変更をね、したかったということがあります。やはりね、去年ここじゃなくてね、稚魚張り子のゾーンですね、そちらで、種親をね、何匹か置いてはいたんですけども、卵のね、量が全然違ったんですよね。まあ、それは太陽の力なのかどうかはね、別として、自分はね、光とかね、水温とかを考えたら、やはりね、日がしっかりと当たった方がいいと、思いまして、こちらにね、並べたかったといった感じになります。今ね、最初のゾーン、こちら側を紹介してるんですけども、奥もね、変えました。奥はこんな感じ。今まではこちら側ですねに並べていたのをこちら側にしました。で、だいぶね、容器を、開けております。これからね、さらに、絞るというか、類代がね、難しくなってる、ところもありますので、それをね、精査しながら品種をね、絞っていってる感じになります。今までの容器からこのたらいで言えば8個、種親で言えば6個ですね、減りました。なので、それだけね、品種も絞るといった感じになります。で、メダカたちはね、モードではなくて、こんな感じで泳ぎ回っております。やはりね、水温が高いですね。水温が高いので、移動させるね、チャンスと、思って、今回ね、めちゃめちゃ移動させました。で、おかげで、腰がね、だいぶ痛いですね。けど、これでね、来シーズンの越冬明けのね、シーズン始まりから、いい結果がね、得られるんじゃないかなと思ってます。ここは静かですね。こんな感じで、どん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 ね、今絞っていっている最中です。ここは誰だ、琥珀ラメ潜ってますね。ここは黒ラメの大外光かな。まだね、配置の場所とかを把握しきれてないのと、あとね、ネームを剥がしてる、逆側にしてるところもありますので、まだね、どこに何があるという情報が頭の中に入ってない感じになってます。ここはマリアージュキッシングワイドフィンと書いてますけど、これはサタンですね。
そしてここは上をね、屋根をやり替えようと思って、こっちも変えるかもしれない。屋根がね短かったので一旦取っ払いました。で付け直そうと、まあ明日ぐらいにね付け直そうと思ってます。まあ、こうやって見るとね、やはり日がね容器に当たりますので、メダカたちにとってもねいいんじゃないかなと、思います。ここは白虎か。いやー大変でした。でまだね全然終わってないです。まあ、砂利もねこっち側全然引いてなかったので、まだね全然低い。うちがねこっち側に向かって土がね元の土が少なかったので、容器自体もね斜めになってたりします。なので水位がね低いところっていうのはね、ここもそうなんですけど、手前と奥じゃね斜めになってて手前がね低かったりするんですよね。なのでこれもねちょっと考えないといけないなと思いました。ここが分かりやすいかな、手前奥とこの下りか、まあ、これだけね斜めになってます。以前の動画でもこっち側ねだいぶ水位が低い状態をねお見せしていたと思うんですけども、ちょっとねここら辺はオーバーフローを調整しながら、もう少しね深くなるように、したいなと思ってます。ここはみゆきですね。そこの掃除もねしてたんですけど、やはりね容器を移すときにこのねボラ土から出てくる、まあ、おでですね、それでだいぶそこがね汚れてるように見えます。今は12度。いやこの時期の夕方で12度はね高いですね。はい、というわけで今回の動画はメダカたちを移動させましたと、メダカたちの飼育棚ですね移動させましたという動画となりました。まだねこのエアレーションですね、エアレーションとかを配置できてない、こっち側の方にね移そうと思ってる。あとね今こんな感じでいっぱい容器が散乱してます。いやこれは片付けるのが大変です。このね白い透明容器はねもう全部割ってしまおうと、思います。これがねこの NV ボックス22はねちょっと使わないので困っているといった感じです。まあ、庭もねちょっと片付けないといけない、やりっぱなしにしてました。はい、というわけで今回は飼育棚を移動させたという動画となりました。これからねどんどん気温も下がって水温も下がっていく中で、やはりね少しでも暖かい環境ですね、自然に暖かい環境を作るというところでもね越冬の難易度を下げる一つの方法ではないかと、思います。またねもう少しね手を加えようと思いますので、飼育棚のね様子これからもね撮影していきたいと思います。いやーこれからね来シーズンに向けて非常にね楽しみとなっております。それではご視聴ありがとうございました。